はい、皆さんこんにちは。車の大支店カカカシヌピーです。今回はこちらバレットの BLTGというガラスの油膜除去剤ですね。ネットでは大人気でほぼ買えない、販売されても即完売みたいな商品なんですが、こちら先日オートバックス春日部に行った際に売っていたので購入してきました。で、僕もガラスの油膜除去剤は結構な種類使ってきたので、なぜ人気なのか、どんな商品なのかっていうのを今回見ていけたらいいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたらこちらが BLTG ですね。これでどれぐらい入ってるのかな、 200ml かっこ 250g で、金額は2860円でした。この液剤とクロスがセットになっています。で、僕はそのガラスの油膜除去剤、ガラスをちょっとリセットしようってなった時に使う商品としては、プロスタッフのモンスターリセットと、あとカーオールの水垢取りパッドの2択です。で、まあ理由としてはモンスターリセットの方は素直やった分だけしっかり油膜が落ちていると。で、水垢取りパッドの方はパッドがちょっと固めで作業が楽、あと使い捨てなので商品がどんどん増えていくことがないという意味で、その両方ですね、まあ2択どちらかですね、買うとしたら、まあ、過去に動画で紹介しているので気になる方はぜひ見てもらいたいんですが、この BLTG はどんなもんなのか見ていきたいなとは思っております。で、使用方法等はこの裏側に記載されています。特徴としてはサンダーを使わない手作業でも簡単水垢除去と。で、オービタルサンダー等を使用することで頑固な水垢やシリカスケール、ガラス傷の除去に対応しますと、まあ、今のが特徴ですね。この下使用方法ですね、ざっくり読んでいきます。で、まず1番、作業するガラスを洗浄し、砂ぼこりや異物が作業面上にないことを確認してから作業を開始してください。異物を残したまま研磨すると思わぬ深い傷が入ることがあります。2番、付属のクロスに研磨スポンジを巻き油膜を除去してください。電動またはエアツールなどで研磨を行う場合は磨きすぎに注意してください。局部的な磨きによるガラスの歪みが発生する場合があります。で、3番、作業後はクロスなどを併用しコンパウンドを十分すすいでください。水がガラスに張り付いたようになりますので作業完了の目安にしてくださいということです。まあ、1個気になったのは付属のクロスに研磨スポンジを巻きと、その研磨スポンジ入ってないの何なのって思いますね。僕は取れないとできないわけではないと思うんですが、それどこにあんのっていう話ですよね。困っちゃったな、入ってないよ、付属のクロスにだもんね。なんかクロスは付属されていると、研磨スポンジがありません、クロスしかない。これ初心者からするとどの研磨スポンジがいいのかとかも分かんないんです。なので付属してもらいたい、もしくは必要ないのであれば書かないでもらいたい、余計にちょっとよく分からなくなっちゃうっていうのが正直なところですね。で、クロスはこれ縁なしのめちゃめちゃいいクロス、早速施工していこうと思います。まずこのフロントガラスで試したいなと思うのでちょっと水かけてみます。何か撥水剤が施工されてます。運転席側が一番良さそう、3面分けてやってたんだろうね。で、これを落としていきますっていう感じなんですが、でこれがどう変わるのか、 BLTG を使っていきましょう。ちなみに研磨スポンジどうなったんだと気になってる方もいると思いますが、付属のクロスを濡らして固く絞る、これでいいみたいです。専用の研磨スポンジとかはないみたい。ないんかいっていう、ね、ある場合はそれに巻いて使ったりするといいですよっていうだけであって、基本は固く絞ったクロス、ガラス面は濡らした状態で施工をする。で、今僕はホースを使って濡らしてしまったんですが、そうするとボディとかも濡れちゃうので、こういうスプレーボトルを用意してそこに水を入れてガラス面を濡らしながらやってあげるとボディ面は濡れずにね、施工はできると思います。そしたら実際に使っていきましょう。適量がちょっと今のところわからないんですが、これぐらいいけますか。ちなみに手袋してます。っていうのも成分表記がなかったので一応手袋をしているのと、成分に関わらず僕お肌弱いので手袋をしているといった感じです。うわ、早っ。本当？早すぎるんだけど。また別のところで寄り気味でいきますが、この辺弾いてますよね。この BLTG を軽く塗ると分かりづらいんですが、こう弾かれるんですよ。これをこすっていくだけでどんどん弾かなくなっていく。ほら、もうこの辺もう終わり。早いんだけど。早すぎるぐらい早い。で、過去に僕もいろいろ使ってきてめちゃめちゃ早いなっていう商品あったんですが、結局水をかけてみたりしたらあんま落ちてないみたいな。
こういうふうに弾かなくなるんだけど、水をかけたりガラス面を洗ってみると増粘剤とかが何なのか僕には分かんないんですが、何かが影響してそれが剥がれていった時にあれ油膜残ってるじゃんみたいなケースが過去に結構あったので、そこら辺もちょっと見ていきたいなとは思ってますが、今のところなんかやばいね、異常。この辺ね、分かりづらいかも、この弾きっていうのが他の商品に比べて。けど落ちてってるの、ほらこの目に見えて、もう力入れてない、端の方まだできてないところあるんですが、けどすごいぞ、早いぞ、なんだこいつ。一旦端の方まだやりきれてないんですが、全面的にこう弾かなくなりました。重要なのはここからなんですよ。ここで水をかけて洗ったりして、これと同じように弾かれてなければめちゃめちゃすごい。ちょっと洗い流してみます。魚影すごい、マジマジですか。軽く中性洗剤で洗ってみます。けど普通に落ちてそう。今試してるのは油膜だったり、あと古い撥水剤。早すぎ、マジ綺麗、さっぱり落ちてます。すごっ、 BLTG すげえわ、人気なだけある、噂通り早いわ。速さで言うと過去一だね。はい、そしたら続いて水垢ですね。鱗汚れみたいなのが取れるのかどうか試していこうと思います。このガラスはだいぶ綺麗にしたんですが、多分下側だけ綺麗にしてあって、この辺鱗がびっちり残っているので、この辺を重点的にやっていこうと思います。ちなみにこの BLTG 商品説明見たんですが、軽めの鱗とかスケールと呼ばれるものだったら除去できるということなので、やってみようと思います。正直ね、ネット番長だと思ってないんですよ僕。けど今のところすごいぞこれ。ほら落ちるの分かります？いや早いわ、本当に早い。しかも力いらない、この辺重点的にやっていきます。今弾かなくなったんですが、何回も言いますけど、鱗の方は弾かなくなったからといって OK というわけではない。結構しっかりめにやりました。パッと見は分からんよね。これを1回拭き上げます。この状態だと分からないので乾くのを待ちます。本当に軽度な鱗は除去できたけど、この辺除去できてないですね。頑固なやつは厳しい。ここ落ちてないですね。あとこの辺も落ちてないで、ポツポツ残ってます。油膜には強いけど鱗にはちょっと弱いかも。もう少しやってみます。さっきも結構ね、油膜が除去できてからそれ以降しっかりやったんだけども、意外にまだ残ってた。今2回目やりましたがどうでしょうか。ちょっと薄くなったけどやっぱまだいますね。2回目はね、結構力を入れてそれなりに磨いたんですが、落ちてないわけではないけど、油膜ほどやっぱりスパッとは落ちないですね。逆に人参持ってこようか。この角のところ、ここですね。パッドの差はあるかも。タオルとパッドっていう差、こんなもんでいいかな。ほんと軽くです。部分的にはやりましたが、そんながっつりはやってないです。これでどうなのか。まだ若干やっぱいますね。落ちたけどうっすらいる。使ってみた感じは鱗は人参の方が落としやすいかも。ここ角ね、そもそもやりにくいっていうのはあります。けど BLTG すごいな、びっくりした。あ、これでもうほぼないね。ほんと角の角に何粒かいるくらいでほぼなくなりましたね。この辺もちょっと人参やってみます。で僕はね、その人参の方が優れてるとかそういう風なことを言いたいわけではなく、その油膜の除去で言うと BLTG 本当にすごいと思いました。けど鱗的なところで言うと、思った以上に落ちなかったなっていう印象がありました。これはね、正直なところ、鱗的なところでいくと、この人参の方が僕は落としやすいなって思ったので今使っていると。本当油膜除去とそれこそ古い撥水剤っていうのかな、それを落とす分にはめっちゃすげえと思った。 BLTG パッドの差はワンチャンあるかもしれない。で鱗はね、結局やっぱ乾かないと分かりづらいんですよ。ないね、やっぱ端の方やりきれてない部分はあるんですが。なるほどね、車両を変えてやってみようと思います。水かけたんですが、上の方は古い撥水剤とかがまだ残ってるからか弾いてますね。けど下の方はこう弾いてない。これね、最近思ったんですけど、ガラス用の撥水剤も落ちる原因の一つとして、フロントガラスだとワイパーもあるんですけど、紫外線ってかなり影響してるんじゃないのかなと思ってます。っていうのも、窓を閉めてる状態でバイザーが被る部分なんですよ。ここだけ撥水してるんです。
です。いつもこの部分だけ窓の開け閉めとかではないっていうのも、後部座席窓の開け閉めそんなしないし、けどどの車両も絶対こうなってる。そう考えるとこの下側は紫外線で劣化して落ちちゃってるのかなって僕は思ってるんです。ちょっと行きますね、まあ、弾きます。下ちょっと弾かないんですけど、これがほらこの速度感、やばくない？これ何度も言いますが、これは古い撥水剤だったり油膜が落ちただけであって、鱗が取れたわけではないです。鱗が取れたかどうかはここでは判断できない。しつこいけどしつこく言うよ、勘違いしちゃう人もいると思うので、そこはしっかりお伝えしたいなと。これはもうほんと早いよ。で吹き上げると、うん、もう撥水してないんですよ。一回空吹き入れてみようか、この部分で空吹き入れて、まあ、何か溶剤とかが残ってれば、これで溶剤が取れてまた撥水し始めるみたいなことがあるんですが、水かけます。ちょっと甘いところは若干あるけど、それにしてもちゃんと取れてるっていうのが分かると思います。ちなみに反対側、反対側も同じでバイザーがある部分だけ弾いております。人参いきます。まだ弾いてる。人参はすごい素直なので、浸水になったイコール完全に油膜とかを取れている状態です。あ、ごめんなさい、ちょっと語弊あるんですが、 BLTG もめちゃめちゃ素直、油膜はしっかり取れてます。この辺だけ取れてるっていうのが分かるんですが、分かるよね、この範囲ぐらい。もしかしたら分かりづらいかも。この辺はやっぱね落ちてないです。で力加減で言ったら本当軽くこすってた程度。 BLTG いきますね。ほら、何この速さ、異常。もう取れてます。速度感でいうとモンスターリセットの 1.5 倍ぐらい油膜除去のスピードはありますね。すごいわ、しっかり取れてるね。何これ、不思議。油膜とかにめちゃめちゃ強い、これやばいわ。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はこちら BLTG 超大人気ガラスの下地処理剤。ガラスの下地処理剤って僕の方ではねちょっと呼ばせていただきたいなと思うんですが、ここにはね用途のところに自動車用ガラスの研磨と水垢等の除去と記載されています。けど僕が使ってみた感じはガラスの下地処理剤、くくりとしてはねめちゃめちゃ大きい感じで言ったんですが、油膜だったりあと古い撥水剤を落とすのに効果的。今までいろんな商品使ってきました。この商品もめちゃめちゃ人気で手に入らないんですよ。僕はね正直ねネット番長じゃないのと、代替品もいっぱいあるんじゃないの、そんな変わんないんじゃないのって思ってましたが、油膜と古い撥水剤を落とすにはめちゃめちゃおすすめ。早い、あっ圧倒的に早い、びっくりしました。こんな早いの思うぐらい衝撃でしたね。やっぱ人気なだけあるなといった感じです。金額も2860円とかそれぐらいだったので、使う量的にもねそんな使わないからコスパもそんな悪くないと思ってます。まあ全然減ってないしね、少量で結構落とせるので、これはねびっくりしました。けど僕がその下地処理剤って呼んでいるところとしては、やっぱ水垢に弱いなと。鱗除去はちょっと弱い。もちろんね商品ページにもしっかり軽度な水垢除去はできますよと記載があった通り、軽度なものだったら問題なく落とせそう。けど頑固なものは正直きついっていうのも、このモンスターリセット、僕が人参と呼んでるものですね、これと比べた時にモンスターリセットの方が水垢の除去率はいい、素早く落とせる。けど油膜と古い撥水剤だったら圧倒的に BLTG の方が早い。だからここはね使い分けていけたらいいのかなとは思ってます。定期的に洗車をしててガラスに鱗とかついてない方は BLTG、 例えば中古車買いましたとか、最近全然洗車できてなくてすごい鱗ついてるんですよっていう方はモンスターリセットみたいな感じで使い分けられたらいいのかなと思ってます。これパッドの差じゃないのと、まあ、思ってる方もいると思いますが、実際ね僕もこのモンスターリセットのパッドにこの BLTG つけてちょっと磨いてみたんですが、 BLTG の方がちょっと滑る感じがある。でモンスターリセットの方が結構ねグリップが
って擦ってる感があるっていうのかな、そこがまあ大きな違いだったかなといった感じですね。本当に使ってる手の感覚とかでいくと BFTG はどちらかというと溶剤みたいなので油膜だったり古い撥水剤を分解してる感じ、そんな感じの使い心地。モンスターリセットの方は物理的に酸化セリウムでゴシゴシ削ってってるっていう感じかな、そんな感じの違いがありました。だからまあ BLTG はやっぱ頑固なね鱗とかにはちょっと厳しいので、そこら辺はまあ使い分けた方がいいのかなといった感じですけど、油膜と古い撥水水剤を落とすにはめちゃめちゃ効果的なので皆さんにおすすめしたいなといった感じなんですが、まあこれまた買えなくなっちゃうんですよね。もうすでに買えないのにっていう。今日僕オートバックス春日部でこれ購入したんですが 2,30 本はありましたね。でもあるとこにはあるのかもしれない。ネットはねもうほんと速乾なのでなかなか手に入らないかもしれないんですが、個人的にはねすごい良かったです。あとはね成分表記があると良かったかなといった感じ。ここまでしっかり落ちるからこそ何が入ってんだろう、その成分をなんかパクりたいとかそういう話じゃなくて大丈夫かなってちょっと心配になる部分はあるので、使うときはニトルイル手袋みたいなのはしっかりして一応成功した方がいいかなと思います。そんなね悪そうなものではないような気がするんだけど、書いてないからね本当何もわかんないみたいな感じです。僕は見落としてるだけかもしれないので、ここに書いてあったよみたいなのがあればぜひねコメントで教えてもらいたいなといった感じです。まあ、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。